微分法の性質ということで、理論物理学者の澤山慎太郎が話そうと思っています。それで、微分法の性質の証明ですが、まず微分法の性質というものが3つあって、この1、2、3です。足し算のところと、掛け算のところと、合成関数のところですね。この3つの性質があり、それを証明したいと思ってます。まあ、これが基本的な性質です。そして、まあ、ちなみにこの微分法の定義は、これでして、この微分法の定義を使って、この3つの性質、証明したいと思ってます。で、とりあえず1番なんですけども、1番は微分法の定義から、明らか、自明です。そして、2番の方ですけども、この掛け算がこのようになる。この証明ですけども、微分法の定義より、このようになります。で、さらにこれを次の行にかければ、途中でこの、これとこれをちょっと、足し引きして、0にするようにして、するようにすれば、これがうまいこと分解できて、この2つの3行目の式になります。3行目の式のようになりますと。そして、それが、まあこれから微分法の定義により、2番の性質が導かれるようになっています。で、3番目の性質ですけども、微分法の性質の証明ですけども、今度合成関数の微分法ですけれども、これも微分法の定義よりこのようになっています。で、ここで今 GX、G の括弧 X プラスデルタ X のところをテーラー展開して、まあ1次のオーダーでテーラー展開して、2次以降は無視されるので、1次のオーダーでテーラー展開すればこのようになります。で、さらに、この FGX プラス DGDX デルタ X のところをテーラー近似すれば3行目の式のようになります。ですね。で、したがって、この FGX の合成関数はキャンセルするので、最終的にこのようになります。で、テーラー近似を G と F において2度使ったんですけども、テーラー近似については、テーラー展開については他の動画で説明してあります。では終わりです。